はい、国民の生活が第一の小沢一郎代表の無罪確定、はい、こちらは検察官役の指定弁護士らが理由が見出せなかったと上告しない手続きを取りました、うん、そうですね、まあ、気持ちというよりも実際何もなかったわけですよ、つまり新しい証拠があるわけでもないし、いたずらに裁判を引き延ばしたということは、非難されるべきだということですね、でそれはですね、弁護士がやってるんじゃないと、弁護士なんですけれども、はい、これは検察官役なんですよ、ね、で検察官というのは、まあ、非常に強い強大な権限を持って人を、はい、まあ、告訴するわけですからね、そういう立場で、いたずらにね、うん、裁判を特に新たな証拠もなく、はい、引き延ばしていくということは許されるものではないと、いうことですね、はい、今日の朝日新聞より亀井静香氏新党結成へ、山田元農水大臣も参加。亀井静香前衆議院議員は今日衆議院選挙に向けて新党を結成する方針固めました。新党には民主党に離党届を提出した山田雅彦元農水大臣も参加。今日都内で記者会見して正式発表を行って、 TPP 環太平洋連携協定の反対を党の基本方針とするそうです。亀井さんはですね、はい、長いお付き合いがあるんですよ。石原慎、慎太郎さんとかですけどね、それから平沼さんと自民党時代からですね、はい、でとてもなんていうんですかね、思い入れがあるんですね。でもやっとその未練を断ち切ったと、はい、情に引きずられていて、客観的に見ていてですね、もう政策理念は亀井さんと石原さんたちはもう全然違うところにいるのに、はい、まあ、人間関係やあるいはまあ政局もありますよね。石原さんの人気借りたいという思いもあったと思いますけれども、はい、ずるずる引きずっちゃったなと。最速の衆議院議席完全予測というタイトルです。12月16日に投開票が行われます今回の衆議院選挙、あえらは早速ですね、各党の議席数の予測を出しましたね。はい、はい、で、それでどうなっていくんでしょう、はい、佐藤さんの予測では民主党は92というですね、まあ、2009年の衆議院選挙から216議席減ですから非常に多いですけど、ただ今日発売の他の週刊誌なんかでも40だとか60だとか言ってるところもありますから、それに比べたらまだね、多いんですけど、基本的にはだけど惨敗ですよね。そうですね。